皆さんこんにちは、私たちマジカルパンチラインです。秋口優奈です。宇佐美空です。吉澤遥です。増田玉希です。山本花です。本日ははい、はい、クリスマスシーズンということで、クリスマスデートプレゼント、はい、イエーイ、今からクリスマスにしたい理想のデートプランを考えて一人ずつプレゼンしてって、最終的にみんなで投票し合って一番いいデートプランを決めていこうと思います。いいちょっともうねクリスマスっぽくしちゃったりなんか、はい、イエーイ、なんか結構浮かれてる。そらちゃん16歳になったんだもんね。うわ、はい、なりました。クリスマスすごい。え、そらちゃんってさ、うん、誕生日とさ、うん、クリスマス近いじゃんか。プレゼントってやっぱ一つなの別だと思った。そうだよ、ね、サンタ別だ、ね、ママからとサンタさんから、それに加えてジジとママからも、ジジとママ何個プレゼント12月もらえるのすごい、ね、で1月になったらお年玉でしょ。だから最高じゃん。私は12月から1月にかけてが大好きで、いやでも分かる、春から夏生まれで他はさみんな冬までだね、やっぱ、うん、冬が楽しみだよね。楽しみ、感覚が分かんなかった。嘘、うん、冬大好き、あ、春も圧倒的に夏が好き。ああ、そうな、はい、ということでそんなね、そらちゃんがいっぱいプレゼントをもらうクリスマスなんですけれども、はいはい、今日はみんなで理想のデートプランを考えていきたいと思います。イエイイエイイエイ。それではみんなで早速考えていきたいと思います。シンキングタイムスタートスタート。ということでメンバーそれぞれ考え終わりました。結構難しくない？難しい、ね、結構難しかったんですけど、じゃあ一人ずつ私から発表していこうかな。う、私から、ね、発表していきたいと思います。私しかじゃないけど、私だからこそ今このマジパンメンバーの中でできることを考えました。こちらドン、シャンメリーじゃなくてシャンパンで乾杯。うわ、シャンメリーって、あのシャンメリーっていうのは、うん、あのシャンパンに似たジュース、うん、あ、キャラクターのやつ、そっか、あれだね、スーパーとかにも売ってるやつってさ、なんかクリスマスシーズンだったらすごい売り出されてるじゃんか、うん、やっぱああいうので乾杯するので子供の頃からちょっと憧れが、うん、でなんかちょっとチキンとか食べながらっていうのもすごい憧れてたんだけど、まあ大人になったのでもうシャンメリーじゃなくて本物のシャンパンで、うわシャンパン、そう、うん、チキンとケーキを食べながらシャンパンを乾杯しながらこうやって飲むようなデートに行きたいな。え、それはお家？いや、どっちでもいい、どっちでもいい、レストラン、レストラン、うわー、別になんかコンビニのイートインとかやだろそれは。やだ、デートでコンビニも売ってるじゃんね。でもね、コンビニのイートインなんか飲酒とかダメそう。確かに最近バーあるんだよ。あるよね、あるよね、すごいよね、びっくりした。この前見たよ、この間見たのよ。じゃあまあ別にコンビニのイートインでも OK、 そういうところだったらいいね。もうザ・クリスマスなものを集めた、まあなんかデートっていうよりかはご飯会みたいなのがしたいなっていう理想、大人のクリスマスデートって感じかな。大人だ、大人だ。はい、それでは続いてはるかのクリスマスプラン、散歩。ああ、じゃ、え、嫌なんだけど。じゃあなんかね、寒いじゃん、クリスマス。これはね、うん、あるの。何が？これをしたことが、お、サマちゃんとね、はいはいはい、なんか、あの、あ、楽しい、サマちゃん横にイルミネーションを見に行こうみたいな、目黒川らへんの、うん、やつを見に行こうって言って、はいはいはい、すっごい歩いたんですよ。うん、で歩いたんだけど、点灯時間終わってて、そう、やばい、悲しい、そう、十分だけど、やだ。だけど点灯時間終わってたの、うん、で逆になんかはるかはそのなんかガヤガヤしたとこじゃなくて、うんうん、そのなんか点灯時間も終わっててもいいから、うんうん、なんかそういうの面白かったじゃない、うん、終わってんじゃん、よく喋ったらなんかえみたいな。あ、確かに写真撮ったの、ちょっと終わってるけど、終わってるけ ど、とか映えないのに。そう、でもなんか確かにいいね、なんかそのイルミネーション見に行ったわけじゃんか、でも消えてたけどそれを楽しめるのっていいよね、うんうんうん、そう、いい、そのハプニングというか本当はマイナスになりがちなところを一緒に楽しめるっていうのすごい素敵かも。でしょ、うん、それがいい。ちなみにどこ歩きたいとかあるの、どの辺さん、でもはるかが好きなのは
横浜と豊洲。豊洲市場。完全に今マグロが泳いでたわ。だったら早朝に行けって。いいねいいね、横浜お散歩デート的なね。すごいループだ、ループループでいいよ、ループ。もうだってあの喋れないじゃんね。景色綺麗だね。なんで。で壁も寒いしね。寒い。手もかじかんじゃって。じゃあ次タワちゃん、うん、はい、タワちゃんの理想のデート、ちょっとあのはるかちゃんとちょっと思うんだけど、横浜夜デート。はい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 。私らデートした方がいいんじゃない？そうだね、今のじゃん。今めっちゃいい。そう、やっぱ夜がいいなって、ね、そう、イルミネーションも好きだから。玉木めっちゃイルミネーション好きだよね。イルミネーションめちゃくちゃ好き で横浜も好きだから、うんうんうん、あの雰囲気、ね、観覧車とか、うんうん、あーいいね、乗るんですよ、観覧車もある。コスモ、なんだっけ、コスモワールド、いいね。そう、あそこら辺、なんか道もね、イルミネーションの 木みたいなのが並んでて、あそこ歩いたり、え、本当はね、でもスキーとかいいかなって思って。あ、確かに新潟とかだからさ、スキーとかスノボとか。でもなんか別にクリスマスじゃなくても、まあ冬だったらね、スノボとかは。横浜だったらなんかクリスマスマーケット、あ、行ったことないんだけど、行きたい、あるし、行ってみたいな。ね、行きたい。まあいいな。ちなみにもうここもうデート決定。デート決定。でもね、ちょうど今日話してたんだよね、横浜。ね、言ってたよね。話してた。横浜ってなんかさ、なんていうの、赤レンガ倉庫のイメージなのかわかんないけど、街の色味とかもさ、なんかちょっと暖色寄りっぽいじゃん、うん、イメージが。赤っぽいというか。確かに。なんかいいよね、イルミネーション。赤レンガだよ、影響されてる。完全に頭の中赤レンガ歩いてる。どちらかというとグレーとかなんだけど。え、嘘。え、あのさ、ランドマークとか。あ、でもさ、今日はね、ビルシュビルシュの方が。もう完全に今頭の中レンガ。はい、それでは次、花の理想のデートプラン。はい、私は、もう本当自分がしたいことを詰めただけなんですけど、うどんを食べて、うっかりキラキラ見て幸せクリスマスっていう。なんか、これちょっとあのちゃんと工程がある。まず、あの渋谷駅にあるあのツルトンタンに、はい、そらちゃんとたまちゃん行った、行ったね。まあ、高層階にあるので、うん、まあ、あそこ景色が、まあ、よかったよかった、すごい綺麗に景色が見えるんですね。そうで、で、まあ、それで、まあ、ご飯食べて、うん、で、こう下降りていって、まあ、大体街中ってもうキラキラしてる、うん、確かに。だから、あ、キラキラクリスマスだねって言っても帰る。あ、だからもう幸せいっぱいのまま帰る。確かに。うどんなんだね。そう、あの、いつもの幸せうどん。うどんなんだ。え、なんかさ、クリスマスのさ、うん、ご飯のイメージでさ、例えばお肉とか、うん、なんかソーセージとかさ、うん、なんかさ、本当のクリスマスマーケットにありそうなイメージでやつじゃんか、これ洋食じゃん。確かに。確かに。うどん？そう、もうね、あの、ただ単に好き。あ、うどん。ワイシンが好みっていうので。そうだね。なるほどね。場所もいいしね。だから結構自分の好みを押し付けてるだけみたいなデートプランなんですけど、まあ、でもキラキラ見れたら幸せかなと思って。うっかりでいいんだ、キラキラ。そう、うっかりでいいの。見れなかったら、え、なんか見に行こうって言ってさ、見に行っちゃうとさ、なんかどうしていいか分かんない、反応に困るの。そう、なんかあーってなっちゃうから、うっかりなんかキラキラ見て、わー素敵だねみたいな、だったらいいなーっていう思い。まあ、その辺のキラキラが見れればいいかな、見れればいいかなみたいな感じで。でもそういうのもありだね、なんか特別なこと別にしなくても、日常の幸せみたいな、ね、うどん食べて、うどん食べて。じゃあ次、そらちゃんのデートかな。はい、私はじゃじゃん、何クリスマスもんじゃデート。え、ちょっと、まあ、一回聞こう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 、いいよ、そのデートプラン教えて。クリスマスもんじゃデート、もんじゃデート、もんじゃデートのプラン教えてよ、そらちゃんの。もんじゃ、もんじゃの、もんじゃは家でもんじゃパーティーをするの。あ、家の話で、ね、家で、ね、自分で作って、ね、ホットプレートの上でボン作って、うん、で食べて、うん、でなんかプレゼントを何個も買ってくるの。あ、自分たちで。いろんな種類、自分たちでいろんな種類のプレゼント買ってきて、でそれを音楽に合わせて。あ、もうなんかやだ。二人で一周目で行く。行こうよ行こうよ行こうよ。
開けて、うん、まあ、自分のパターンは自分ので、もらえて嬉しい。あ、自分のパターンもあるんだ。あ、自分のパターンは2人なのに。そう。え、その余ったプレゼントどうすんの？だから、もう一回やるの。もうやる。減るまでやる。減るまで。オッケーオッケー。でもね、そらちゃん、それなら、そらちゃんのやりたい。文字や。文字や。文字やデートだもんね。そう。あ、まあ、もんじやデートね。プレゼント交換もさ、なんか相手が好きそうなものを自分たちにセレクトして交換するだったら1個ずつ交換するの楽しいけどさ、音楽に合わせるんでしょ。自分の来ちゃうかもしれない。それはやだ。でもそらちゃんは自分の欲しいものを買ってくれるなんかリップとか食べたプレゼント絶対自分の好きなのに止めればそうやったー、1本したいから1本だ、1本だったやつ。あ、なるほど。5人のデートプランこんな感じで揃ったんですけれども、あ、自信ある、自信あるわこれ。嘘、今からメンバー同士で自分以外の、そう、自分以外のこのデートプランに1票ずつ票を入れてもらいます、はい、で票が多かった人がまあ優勝ということで決めていきたいと思うんで、じゃあ一旦みんな考えてください、どのデートがいいかなって。でもそれ、これまだわかんない。あ、でももう理想だからね。あ、理想か、理想だから、なんかやってみたいとかでも、大人になったら、そうそうそう、二十歳になったらやってみたいとかもいいし、はい、それでは、はい、みんなそれぞれ決まっていない、このデートプランがいいなって思う人を指さしていきましょう。それでは理想のデートプラン、はい、投票していきたいと思います。いきます、せーの、ドン。お、わしはゆうなちゃんの、うん、たまきは、私、はるか、たまちゃん、はるか、たまき、そらは、はるかちゃん、ゆうなもはるかということで、ゆうな2票、はるか2票の、で、たまきが1票、同率1位でございます。ちょっと、いい、え、はるか散歩出した時にゆうなちゃんに嫌だって言われた。じゃあ、で、じゃあ、あるの、あるの、聞いて聞いて、あの、その前に1個処理しときたいんだけど、玉木がさ、こうやって指さしてたじゃん、こうやって、まあ、空中でこうさしてたからさ、分からなかったよね。たちゃんが、あ、私違うって言ってた。ができたりとか、でもなんかあったかい飲み物持ちながら歩いたりとか、
あと喋るじゃん、うんうん、だからなんかいいじゃん、あ確かにいいよね、そうで寄り道なんかもしちゃってさ、はいはい、ちょっと決めずにみたいな、そうそうそう、行き当たりばったりみたいな、いいよね、感じがいいんじゃないかなと思ったので、私はもうそのなんていうの、そのさっきのさ玉木と遥香のあのエピソードで結構決めてて、うん、あなんかそのあこういうのお散歩でとみたいなとかだったらさ、多分もうあの思わぬこととかが起きたりするじゃないですか、なんかてイルミネーションついてないとかも人が多すぎるとか、そういうなんかちょっとマイナスになりがちなことも一緒に楽しめるような人とそういうデートをしたらすごい楽しいんじゃないかなって決めていただきました。素敵、マジパンも大変な時を楽しんでね乗り越えてきてるね、まあ、ね、素敵でございます、素晴らしい、あ、もんちゃん下げてもらおう、もんちゃんあげないよ、たまき選んだ、はるかは、うん、え、いやもうシンプルに横浜も好きだし、うんうん、そのなんかもう横浜で散歩するのが好きなの、あ、うん、なんか海の風みたいな、はいはい、で それでイルミネーションも綺麗だし、うん、めっちゃいいなと思ったから、で、はるかね、たまちゃんがどういう風に入ると思ったの、あそうだよ、だって一緒だったもんね、え、一緒だからあえて違う人選んだ、でもあえて、そうそう、でもよかった排除されてないんだ、確かに排除されてなかった、よかった、排除されたからよかった、はい、ということで同率1位だったんですけど、どうしようかな、あ、この、 優勝特典っていうか優勝した人のデートプランを再現するみたいな、なんかもうご褒美なのか罰ゲームなのかよくわかんないあれがあったので、じゃあせっかくだから散歩しながらシャンパン乾杯してみる、そうしたらちょうど2人でそういうこと、あの他の3人は見ていただいて、私の見てのデート、そうだ、彼氏役がいいんだよ、彼氏役がいい、私も彼氏役がいいから、いけじゃんけんしよう、彼氏役のオーディションで、最初は彼氏、私彼氏、じゃあ彼女やります、はるかのデートプラン、お散歩しながら、私のデートプラン、シャンパンを飲みながらお散歩していきたいと思います、それでは用意スタート、寒いね、寒いけどお前といたらあったかいよ、別れたいんだけどちょっと飲まって待って、乾杯する前にそれは別れたい、いい感じ、あ、分かった、じゃあ乾杯するまで、もう一回もう一回テイクツー、もう一回もう一回、はい、行きます、本当だね結構寒い、上着とか大丈夫、貸そうか、上着本当に貸してくれる、やだこれやだ俺いつでも言って、寒かったら上着とかも全然俺半袖でも大丈夫だし、え、とりあえずさ、スタッフ乾杯しよう、あ、いいよまあ今日肌と お前が二十歳になって初めてのクリスマスだから、シャンパンで乾杯でもしようか、そうハッピーベリーやだやだやだすごいやだ、ゆなちゃんの彼氏すごいやだ、なんか隣歩きたくないと思う、すごいよ、え、そんな寒い、無理かもすっごい上着貸したがるじゃん、しかも絶対貸したがるちょっとさ、はるかちゃんの彼氏役見てもいい、あはるかちゃんが彼氏でもう一回、はい、よーい、いやー寒いよねいや寒い、大丈夫大丈夫シャンパン乾杯しようそうだ、せっかく買ってくれたから、ハルオくんがせっかく買ってくれたから、マヨコスですえ、ごめん、ちょっと待って一緒だからね変わんねえじゃん、もう待って、難しい難しい難しい、ちょっとやめてもいいかな、もうちょっとやめよう、なんかせっかくいいさデートプラン考えたのに、今自分うん、自分たちのせいで全部ぶち壊したそもそも歩きながらシャンパンが良かったじゃあ、 お散歩とシャンパンはまだ別で、まあ、別で、ね、別で、あ、じゃあお散歩で冷え切って、あ、お店入って近いシャンパンだよ、これだ、それだ、そう、それ
ましょう、皆さん、はい、皆さんはちゃんとそうしてあげて、ぜひあの参考にしてください、私たちはい、ぜひあのよかったらね、よかったらね、そう、あとあの吉田さんは会話の方で寒いでしか知らないみたいなんで、いた皆さんもね、あの上着かす準備だけしといたらいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はマジパンメンバーで理想のクリスマスデートプランを考えてみました。うぇーもんじや、ね、意外とだから見てくれてる、うん、まあ、女の子だったり男の人とかでも意見が多分違ったりするかもしれないかな、ね、いるかもしれない、もんじゃないから、ね、いるかもしれない、うどんもいるかもしれない、誰か一緒にうどん食べて、そうです、ね、なのでぜひ皆さんこの動画見ていただいた方は、僕はこのデートが良かったなとか、うんうんうん、なんならこういうデートしてみたいみたいなコメントで書いてもらえたら嬉しいです。あの、ね、山本さんと宇佐美さんも励みになると思います。いや、本当にあの楽しみになるわ、はい、ぜひぜひコメントしてあげてください。はい、ということで皆さんそれでは良いクリスマスをお過ごしください。もんじやあ、もんじゃって締めないでください。メリークリスマス、メリークリスマス。この動画が